と思うだろ、はい、いや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 、バラバラになって、俺もそう思うよ、バラバラになってるという全体性いや、でも確かに東さんや宮台さんの言説はバラバラになってると言いつつも、バラバラになってるという全体性を認識させてくれる装置としてすごく僕は役に立っていて、それは全体性を持とうと思ってるからバラバラになってるので深刻に分かるのであって、はい、そうとしか言いようがないよ。だからこれは見方によって違うと思うけど、はい、その大塚さんとのリアルの行方っていうのは、はい、僕からすれば大塚さんが考え甘いってことだけです。スキルで言われてる、はい、全然公開していいよ、本当に素晴らしく、なんか率直なインタビューとかになってるね。いや、すごい素晴らしく、こんなこと聞いていいのかってぐらい聞いてますけどね、僕は。ただよ、かなり本音が聞けてると思います。つまんないよね。何がですか。いや、つまりだからこう、例えばさ、僕たちがやってることは何かってことだよね、はい、例えば金儲けをするんだったらば、はい、もっといい人生もあったし、はい、例えばコンテンツで売れて金儲けで10万部売れてすごい、なんか10年分まで2000円の本だと2000万、はい、すごいよな、ですごいで終了だよ、はい、で金儲けするんだったらもっといい方法いっぱいあるんだよ、まあ、株とか商社やるとか会社作るとかですね。で僕たちが何で物を考えたり、はい、書いたりしてるんだっていうことを僕たちはもう一回捉え返すべきだよ。ね、うん、はい、人生金持って言ってるやつが勝利者だと思うやつは今すぐアズマスレとかから去って投資スレとかに行けや、うん、そうですね、今すぐ、うん、でお前は関係ないからマジでリアルに。で、うん、俺らは関係ない基準で動いてないよ、うん、ところがそこで大きな問題ではなくなったとか話して、はい、基準もねえかなみたいなことで、はい、俺みんな終わってるわけだよ、はい、でそれまたそれはリアルな世界だ、はい、がしかし、じゃあ僕でやるべき何かって言ったら、今までの全体性崩壊してるから新しい全体性作っていくしかないだろ。そう、公共性を回復とか大きな物語を回復するという形ではない全体性ですよね。だから公共性とかっていう言い方自体がさ、はい、昔の全体性みたいなものを引っ張ってきてるから僕は、はい、あの大塚さんに対して嫌なわけよ、はい、これからの全体性は別に Google だっていいわけじゃん。そうですね、大塚さん的な考え方でそれは違うわけじゃん、はい、いや別に Google じゃなくてもいいでしょ、はい、でも新しいなんかさ、その全体的な視野みたいなものを我々が確保することは必要で、ああ完全に分かりました、それでいい。で、はい、奴らの全体性の活動がおかしいから俺は休止しただけですよ。分かりました分かりました、非常によく分かりました。そんなのか。いや確かにこの問題は気になってたんですよ。東さん全体性がないと言いつつ全体性を思考してる作品を書かれてると思うんですよ。例えばゲーム的リアリズムの誕生っていうのはそう、うん、今までみたいにやり方じゃダメなわけだよ。だから変なやり方になるわけだ。 ね、それは全体性がないように見えるんだよ。だからそれだけが問題なわけだよね。何なの。いや僕も答えを探してるところです。だからとにかく、うん、とにかくこういう感じであってね。なんか、だから別に僕は思うよ、はい、だから俺のやってることが気に入らないと呼ばなきゃいいし、で僕はなんていうかな、こう この我々が起こってる終わった世界において、僕は終わってるっていうのは信じない。どうやって新しい超越性とか全体性とか、はい、そういうものを作っていくかってことかって僕は考えてるつもりなので、はい、で僕はそういうことは興味があれば読めばいいし、興味ないと読まなくてもいい。超越性ってやっぱ必要だと思われます。あるタイプの人にとっては必要だろう。そうなんですよね。友達から始めようっていうのは多分あれ超越性なくしようっていう発想だと思うんですよ、宇野さんの。うん、あれは多分超越性を拒否しようっていうことなんだと思うんですけど、宇野が宇野をもし思想家としてこれからちゃんとやっていくのであれば、はい、それからの中でもいろいろ変わっていくはずだし、彼が最初にやりたいっていうことも自分の本の影響も変わってくだろう。まあそうですね、あれも連載途中で変わってきましたもんね。僕は彼を否定する気にならない、はい、
僕もあの冗談みたいにいろんなこと言ってるけども、はい、僕は借りてる推定は全くない。僕も全くないです。いやあれは全体性を把握しようと試みた非常に果敢な試みとしてすごく高く評価してるんです。個別の論に関してはおかしいと思いますけど、それが友達を作りたい作ろうっていうところのメッセージに落ち込むのであれば、物を書くってことの意味自体がなくなるはずなので、そうですね、それだから無事に到達するだろうというのは僕は思うよね。まあまあそんな感じ、うん、終了でいいですか。長いですね。